タク村プレゼンツ美生活のしまゆんたく。音楽村プレゼンツ美生活の島ゆんたく。この番組では沖縄市音楽資料館館長美生活さんに沖縄音楽を中心に沖縄に関するさまざまな話題を自由気ままに語っていただきます。それではご紹介しましょう。沖縄音楽専門レーベルキャンパスレコード主催、沖縄市音楽資料館音楽村館長の美生活さんです。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。歌って踊って大爆笑をやりましょう。あ、今日は、はい、 いいね、もうすぐ母の日公演がありますのでね、はい、今日はその話をしていきたいと思いますけども、はい、連休はいかがお過ごしなんですか。今日はね、中日ですけども、ゴールデンウィーク。なんで連休ったら関係なしですか、うん、あ、そう、ねえ、じゃあどうしよう。俺365日ぐらいは連休だと思うけど、あ、そっか全然関係ないということですね。じゃあね、はい、まあ、今日お休みだから聞けるっていう方もね、いらっしゃると思いますので、ぜひお楽しみください。30分番組です。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。聞き手はいっぱい言うことも、あの、皆さんにお伝えしたいこともあるんだよね。はい、はい、はい、うん、ね、じゃあ早速行きましょう。聞き手は田辺由紀です。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは 761@fmkoza.jp、 ファックス番号は 098-934-8653。 おはがきの宛先は郵便番号 904-8531、 沖縄市中央 3-1-25、 FM コザ島ゆんたく宛てです。美生活さんに聞きたいことやリクエストをお寄せください。お待ちしております。美生活の島ゆんたくはユーストリームでも放送しています。 FM コザのホームページからご覧ください。この番組は沖縄市音楽資料館音楽村の提供でお送りします。さてさて、今日は歌って踊って大爆笑喜劇の公演のについてお話しいただきます。5月8日8日は母の日というんですね、はい、で、母の日はみんな、なんか、あの、島をあげて、あの、盛り上がってますけど。そうですね、うん、もういろんなところで母の日公演って、そうなんですよ、ね、もう、こう、ね、うちも負けておれないので、はい、母の日特別公演を、まあ、演出構成松田博一で、うん、兵令の皆さんを中心にして、歌い手は、まあ、現代の沖縄民謡界を代表する歌い手がずらっと並んでおりますので、はいはい、母の日は、まあ、沖縄市民会館ナイホールに結構集まりますよ。あの、民謡ファンはね、はい、もう欠かせないイベントになってるし、はい、それでいて、その、腹の皮がよじれるほど笑いたいという人たちもいっぱい集まってきますんでね、はい、もう大爆笑ってタイトルに入ってますからね、うん、期待できそうですね。毎年、あの、この兵令の、その、なんていうんですかね、お笑い劇はね、はい、出てますね。兵令がお笑い劇をされるんですか。そうです。彼らはもともとそういうあ、そうなんですか。素質を持ってる人たちだし、あ、素質ね。じゃあドリフみたいですね、うん、もう、ミュージシャンだけどお笑いもやる。で、あの、いわゆる三味線も、まあ、俺も全部一流だし、歌も一流の人たちが揃って作った、はい、いわゆる、その、なんていうの、グループなんだけど、はい、4人ともそれぞれあれじゃないですか、独り立ちしてる芸人じゃないですか、はい、兵令で揃ってやるっていうのはなかなかないんですね。4人揃うことがないということ、はい、で、どっちも忙しいから、はい、だから、その、そういう意味でも、あの、母の日公演は、まあ、終わると同時にすぐスケジュールを抑えてやらないと、この人たちのスケジュールっていうのを抑えきれないもんだから、あの、母の日公演の終わると同時にすぐスケジュールを抑えないと。兵令って追いはぎですか、うん、意味は。そうです、はい、うんうん、はい、本人たち、あの、面見ても分かるように怖い人で、絶対モテそうもないから、しょうないから、その女性のハートを盗むための兵令らしいけど。あ、ハートを盗むんですね。
本人たちそう言ってますけどね、はいはい、どうなんでしょう。へえ、いや私実は去年見たんですけど、うん、フェーレってねちょっとだから泥棒みたいなこんなあのほっかむりしてね、うん、よくね、はい、そんな格好で出てこられますけども、あの、ま、普通にこの舞台の最初というとカジャディ風とかね、お決まりのものから一応始まって、演出やっぱりさすがね、うん、松田ひろかずさんの演出で、その後ねなんかこう、そうそうそうまああんまり言うと面白くないですけどこう出てくる出てき方とかももうめっちゃ面白いですよね。とってあのほら前とかぶらんようにね、はいはい、それでいてどう面白い、あ毎年やっぱり工夫して、まあ、歌はね、まあ、平齢 の持ち歌を歌わないとお客さんが納得しませんので、はいはい、歌いまあれですけれども、寸劇はね、はい、毎年変わってますね。寸劇もあるんですね、うん、もちろんその劇が30分から40分ぐらいあるのかな、あこれがこれがもう、はい、面白くて、それで来る方もいっぱいいらっしゃいますね。そのお笑いが見たくて、はいはい、一曲おかけする前にちょっとこのだいたいもうちょっとおさらいしておきますと、母の日特別公演歌って踊って大爆笑喜劇が8日午後1時から会場スタート、開演は午後2時からです。会場は沖縄市民会館大ホールで、沖縄芝居をはじめ琉球民謡舞踊お笑い歌謡曲とお笑い歌謡曲と盛りだくさんの内容が舞台を飾ります。で出られる方はフェーレや民謡歌手の国吉親友さん、山里由紀さん、与辺勝子さん、金城恵子さんら大御所から若手まで登場します。うん、あのね、まあ、あのそれにほら母の日だから、はい、遠間清子の孫たちを引き連れた、はい、あうん、これがあのおばあちゃんたちには結構受けてますね。あちっちゃい子供も出るんですね、うんうんうん、へー、まあ、自分の孫とかぶさせて、はい、見てるでしょうけど、じゃあ1曲お届けしてからまた中身を詳しく聞いていきたいと思います、うん、はい、では今日は1曲目お持ちいただきましたのはヌンヌクソイソイ、こちらは出られる、徳原誠文さん、フェーレのね徳原誠文さんと松田博一さんのお二人の掛け合いが聞ける曲ということで、うんうん、まずヌンヌクソイソイを聞いてください、はい、聞けばわかるこれも、あの芝居から来た歌で、はい、どうぞ。よまんびになりばぐしこのしちゃなかいめよろマジモンのあらわりよんりのこと、ちょやわんねでじなとさ、あきさみよなしじゃるうちやさ、のそどがなしのちてちえさい、たしきてきみそり、のんわんねむちゃびらんで、かなしそうじのあんだぎとあぎどうとさり、おりんおんじゅにうさぎあびことのちてちえさい、たしきてきみそり。マジモンやらわんゆたさん、へえれやらわんかむらん、ワンタンディおもとがさくごいやまひ、このこはインチなまひんぎらに、いどことのかさそどことのまぎさ、ワンチおどろこなしかもなひんぎろな、サゴティチチクディシカビサキリンチ、ヤラサヤヤインバオノソバリ、アキサミオナノチティチェサイ、タシキティキミソリ。徳原誠文さん、松田博一さんのヌンヌクソイソイでした。沖縄市一番街音楽資料館音楽村、民謡、ジャズ、ロック、フォークの貴重な音源や映像が聞けます、見れます。
懐かしのジュークボックスもあるよ。毎日お昼12時から午後6時まで観覧無料です。音楽村に遊びに来てね。沖縄音楽のことならキャンパスレコード、おかげさまで創業45周年を迎えました。琉球民謡、古典、沖縄ポップスなど豊富な品揃えで皆様のご来店をお待ちしております。小沢山里三佐路近く、沖縄音楽のことならキャンパスレコードまで。沖縄市は音楽の街。沖縄市一番街音楽資料館音楽村、民謡、ジャズ、ロック、フォークの貴重な音源や映像が聞けます、見れます。懐かしのジュークボックスもあるよ。毎日お昼12時から午後6時まで観覧無料です。音楽村に遊びに来てね。音楽村プレゼンツ美生活の島ゆんたく、勝の島ゆんたくをお送りしています。今日は大爆笑喜劇母の日特別公演、歌って踊って大爆笑喜劇のお話です。宣伝をしましょう、はい、中身はね、どんなものになってるんですかね。民謡とかはまあ分かります。声帯模写とか歌謡ショーとかもあるんですね。ね、毎年まあそのメンバーは 今のところそんなに入れ替えはないんですが、例えばテリー茂田さんというジャズ協会の会長がいますね、はい、で彼と英馬美桜の歌い手の与那歩美さんのね、はい、ツバラーマですね、はい、それからそういった歌をサックスをバックにして、うん、このテナーサックスというのがね、サックスのかなり英馬美桜と合うんですね。で一度その子供の国でのもやった時に一番受けたですね、はい、このサックスとその英馬美桜のコラボがね、はい、でそれでぜひこうもう足火コンサートは男の人が多いから、うん、あの日公演にはぜひ子供の国お母さんたちにも聞いてほしいと思いましてね、はい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 、お願いして出演お願いしたんですね。へ、楽しみですね、うん、まあ、平例はまあ皆さんでもご存知で楽しみがあると思うんですが、はい、歌もされるし、はい、コントもあるし、うん、芝居もされるんですね、はいはい、で歌もいわゆるね、近頃の歌謡曲を好む、はい、お客さんが増えましてね、でその中にこう山本ジョーンズとかトンマキョウコとかコロンダローズとかと書いてありますけど、見たらみんな おなじみの人でなんで何ですかみたいな名前ですね。何ですかというの、ええってで 歌を聞いて、で去年も結構歌謡曲やっぱり受けましたよ、はい、だからどっちかというとね、沖縄民謡の人はね、はい、歌謡曲好きなんですよ、はい、でそれで歌わすとなるとね、自分の持ち歌練習しないけど、はい、歌謡曲だけはあいつに負けてなるもんかと、はい、みんな一生懸命練習してくるからね、うん、それもまた見どころですよ、はいはい、やっぱり歌手の方ですからね歌謡曲歌ってもすごい、まあ本当に民謡を歌ってる人たち歌謡曲好きな人が多いですね、はいはい、うん、それも普段見れないということで楽しみですね。そうそうそう、うん、で結構皆さん上手に歌いますのでね、それとまあ中にはこう笑いを取る歌もあるし、はい、まあ、楽しんでください、はい、これはもう今度の母の日公演はまあ今までのこうやってきたもののまあ集大成みたいな内容にして、で今度のものがまあやる今までのこの受けたのを全部集大成して、これでまあ一応ハノイ公演のこのパターンを、次はまた来年からはちょっとみんなまた考えてやろうと思うんだけど、今回のものはだから集大成だったので、今まで見てきた人たちも結構その進化したのを見ていただけたらなと思いますね。今のね歌謡賞山本ジョーズさんとかね、道のく一人旅名前からしてなんか面白く笑かしてくれそうですね。ね、そんな感じで、それからフェーレーのコント、
つらたこうじなんていいんじゃない、つらたこうじ、はいはいはい、あつらたって読むんですね。はい、うん、小林アヒラもいいですね。あ、アキラじゃなくてアヒラね。はあはあ、なんかこう、うん、音に出して聞くと、うん、ああ分かりますね、はい、山本ジョーンズなんだからね。 だからそ、皆さんその歌謡曲に一生懸命だもんだから。それでもあれですよ、やっぱりあのまああのなんていうんですか、そのそうでないあの島唄の女性の方々がいらっしゃるでしょ、はい、山本由紀さんとか、はい、もうあの人たちはその花火公演はもうやるこうなんていうんですかね、一年の要するにその音楽活動の、まあ、スタートみたいなものか、この今年のそんな感じで一生懸命皆さんにあのやっていただけるんでね、毎年あのそういうどっちもあのやる出演者が一生懸命になればね、客は楽しいですよ。あ、なるほど、出られる方からしてもこういう聞いてもらえる場がもうすごいいい場所になってるんですね、うん、そういうことなんですね。あのお客さんももう1,200〜1,300名いらっしゃいますからね、そういうイベントっていうのは近頃あのイベントの数は多いけど、うん、だいたいライブハウスの感じで、ああいう大劇場での民謡のイベントっていうのはそうなく、たくさんあるもんじゃないですからね、ぜひ撮ろう、はい、で最後の一番最後が芝居、うん、ダンパチ、あ、言っていいのかな、ダンパチ屋っていうのは、はい、分かるでしょ、散髪屋さんですか、山戸口でダンパチ屋のことなんていうか床屋さん、そうそうそう、はいはい、床屋さん、まああの福床といってね、あの、うん、多分これはあの本当の江戸時代かな、そうでもないか、あの明治の頃かの落語から来たものだと思うんですけど、うん、沖縄結構多いんですよ、本土のあの新国劇から沖縄ものになったりね、うん、はいはい、で結構あの何しろあの沖縄組むずいですから、はい、おちょるものや、ああいうような豚汁のが明治になってこれだけで飽きられるというので、はい、あの本土行って勉強してきて、うん、沖縄芝居を立ち上げて今にあるわけですから、はい、だからあの本土の芝居はほとんど沖縄芝居が取り込んでますよ、うんうん、それだけじゃなくてね、戦前はそのもう芝居がほら映画よりも芝居が中心でしょ、あのトルストイまで沖縄芝居にしちゃったりしたことがあるんですよ、だからそういうもうネタがあの結局ほらあの人口がこれだけですから、はい、1週間するのがもう長くて1週間だったんだね、あの同じ下題をやるとしても、うん、めったにないですね、1週間やるという下題というのは、うん、ですから たくさん下題がないと大体日替わりでやってましたから、うん、あのそれであのいろいろネタがたくさんあると言われてますね、沖縄芝居には。皆さんそしてまたこういう芝居の下題をよく知ってらっしゃいますよね、昔からこうやっぱり人気で見てこられた方が、あ、まあ、あのここに出てくるそのあの歌手の人たちは、はい、あのその中でも特別に そういうのが沖縄文化に非常に造形の深い皆さんが出演していらっしゃるので、うん、はいはい、そういう芸能ができるんであって、あ、そうですよね、うん、なるほど、あの今あれですか、もうすぐなんで稽古とかしてるんですか。あの稽古はですね、はい、もう一回やりまして、はい、それから当日稽古やって、はい、沖縄芝居はね、はい、稽古ないんですよ。ないんですか。普通は、あのそれもね新作もの、はい、こういう現場に行ったことがありますよ、はい、台本書いた人がこう稽古しようと言ったら、はい、みんな集まらないんですよ。いよいよその当日になったらね、はい、台本持った人はこうだよ、そうだよ、で全然一回も来てないやつが来て、で俺の役どんなんだって言ってあこういう役だって言ったら、はい、俺はこうしてこうしてこうすればいいんだねって言ってね、ストーリー見てもう稽古もしないさっさとその一回も稽古しないで新作に出る役者もいたぐらいだから沖縄芝居というのは、はい、もうほとんどそうですね。
また見方が変わりますね。なんかこうリアルな感じがするときあるんですよ。なんか芝居っていうより、うんうん、なんかその場で本当になんか、うん、あの言い合いしてるなみたいなときとか、丘の一本松みたいに台本書いてきちっとやった芝居ってあんまりないですね、うんうん、で丘ポンでもあれ台本からやっぱりセリフは全部はみ出しますからね、うん、あのほとんどの芝居が口立てでやって受けた部分がまた次引き継がれていって、あのだからあの誰々作と言いますけど、たまに芝居ついてますけど、本人が書いたのは3分の1も残ってないと思うんですよ。じゃあ即興の部分が多いんですね。多いんです。でお客さんの反応を見てセリフが変わっていくしね、うん、演技も変わっていくから、へ、それが沖縄芝居の面白いところですよ。分かりました。それにもそのハノイ公演の、まあ、松田さんはじめ、はい、あの徳原さんで、ザケミさんはね、はい、あの沖縄舞踊の方ですけど、あの芝居も非常にあの何度か結構たくさん出ていまして、はい、でお家がないしろ劇場の隣でしたから、たくさん芝居を見ていて、はい、あの芝居にも非常にあの堪能な方ですね。貴重な人です。あの創作舞踊もねとっても上手なんですよね。新しい歌持ってったら振り付けって言ったら歌聞いて、じっくり歌聞いたらねすぐ振り付けも浮かんでくるみたいですよ。じゃあもうそんなすごいメンバーでやられる芝居も楽しみですね、うんうん、楽しみです。ちょっとね時間があの気がついたらすごく経っていたので曲どうしましょう。一応かけますね一応、はい、はい。じゃ あの山里ゆきさん、与辺勝子さん、金城恵子さんで剣道節をお届けします。それでは、エンディングになってきましたので、イベント、ね、早いですね。早いですね。最後にもう一度ね復習、うん、5月8日母の日特別公演、歌って踊って大爆笑喜劇、沖縄市民会館大ホールであります。会場1時開演2時です。ぜひいらしてください、はい、あの見て損はさせません。出演は国吉新優さん、山里ゆきさん、与辺勝子さん、金城恵子さん、遠間清子さん、松田和俊さん、テリー重田&与那覇あゆみさん、なおぽんさん、ザキミ米子さん、そして司会はねあの FM 小座でもおなじみの野国美恵子さんが務められます。よろしくお願いします。であのメインは構成演出松田博一、ザ・フェーレが出ます。羽玉武雄さん、徳原成文さん、松田博一さん、松田末吉さんです。お楽しみに、はい、ぜひいらしてください、はい、そして音楽村、館長が、館長がいらっしゃる日は土日の昼1時から3時です。それから5月18日水曜日に音楽村でサンバ講習会があります。時間は3時から4時。サンバ講習会、講師は玉木千春さん、場所は音楽村です。定員は20名。サンバの無料貸し出しもありますのでぜひお気軽に来てください、お申し込みお問い合わせは音楽村 098-923-3224 です。お待ちしております。では
今日はこれでおしまいですか、はい、じゃあ最後一言お願いします。そうですね、ハノイ公演が皆さんぜひお越しください。とても楽しい公演にしたいと思いますので、はい、ね、ぜひもう大爆笑してください。ね、ああはい、よろしい、どうしたよろしいですか。ではさようなら。はい、はい、それではまた、美生活の島ゆんたくこの辺で、また来週水曜夕方6時半にお耳にかかりましょう。頭の中は5月8日の、そうですね、歯の上の中でやっぱりなっちゃって、ね、はいはい、今日はなんか身が入らんかったね。そうですね、ありがとう。あ、もうこれがね大きいイベントなのでね、はい、それではまた日曜日もね皆さんお会いしましょうね、はい、会場で。はい、この番組は沖縄市音楽資料館音楽村の提供でお送りしました。では育む国際大学名も高しやささそりさささ人口よいとこ小座の町小座の町